松の山温泉福住の貸切露天風呂をご紹介いたします。雪が降り始めてちょうど1週間になろうとしております。すでに雪の量は2メーターを超えております。ご覧のように全山雪で真っ白です。今日は12月20日、21日はいよいよ冬至です。明日の冬至の日には雪は降り止むのでしょうか。こちらは天空露天風呂です。寒そうですけども、また温まりそうでもあります。予報では今晩も降るようですけども、そろそろ終わりに近づいていることでしょう。福住の屋上貸切露天風呂からお伝えいたしました。